はい、じゃあ、はい、神田道路ショーです。大勢から、明慶と、はい、清水です。お送りしております、はい、どうしてドタバタなのかは先週を見てください。はい、はい、ということで天気はいいです。今日はうわもうカレーの匂いがすごいな。イボート、はい、イボート大会、千葉大会、はい、千葉大会記念すべき第1回大会、第1回、瓶沼じゃなくて瓶沼、インバ沼で行われました。そうですね、インバ沼ですね。でなんか最初先々週の放送ではなんかね、千葉ファルトと決勝戦でクリアウォーターチームと千葉ファルトチームが決勝戦で激突する予定と。そうなんです予定なんですけど。そうなんですけどね。どうだったんですか。でどっちが勝ったんですか。ね、千葉ファルトがですね棄権したんですよ。あ、不戦勝だったんですか。ってことはクリアウォーターチームは優勝した。いや、やっぱりですね、はい、そこはやっぱ大人の対応で大人の対応でやっぱその1位は譲るという、ね、この善の心、はい、1回大会でいきなり優勝っつうのもね。そう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 、今後の目標がね、うん、ということで結局何位だったんでしたっけ。準優 勝。おお、すごい、ファミリーの部準優勝。おめでとうございます。解説ポコラさん解説で、じゃあ、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。イーボートのラダーマン、ラダーマンビデオ撮影していただいて、じゃあ行きましょう。行きましょう、はい、ビデオ解説してくださいね。はい、これはインバ沼ですね。これなこれ、あれ予選の1回目。あ、予選1回目。予選は午前と午後で2回やって、いいタイムの方を取ると。でこれね、すごく貴重な映像なんですよ。なんで。あ、そう、水辺から撮ってる。水辺から。ああ、本当はこの辺は、ね、水辺から撮れる団体はないです、うん、あ、そうだね。たまたま、チームクリアウォーターだけですね。主催者特権みたいな。主催者特権、たまたま。いや、主催者じゃないや。協力協賛、まあカレー美味しい。はい。協賛。はい。で、解説あで、はい、ラダーマンで、これでもこれもこの時は3チームで超えてるんですけど、もう他の2チームは全然見えてませんね。遥か後ろ。遥か後ろ。そうですね。まっすぐ進んでなかったもん。楽に勝てるかなと。でも、タイムなので。でもね、これね、よーくね、分析するとですね、ちゃんと漕いでる人と、一生懸命漕いでるけど、ブレードが10センチないと5センチしか入ってない人と、いろいろいるんですよね。よく見ると全部分かってしまうという。そう。でも一生懸命漕いでるんですよ。一生懸命漕いでるんだけど、ブレードが5センチぐらいしか入ってないから力になってないっていうか。でも一生懸命漕いでるんです。ラダーマンも持ち帰る瞬間に全然漕げなくなるんで、持ち帰っちゃいけないと。でもね、ターンのところで時間かかる。ターンのところで時間かかって、目の前が他のチームが来ちゃって、さらにまた時間かかって、結構なんか V の幅狭いよね。 V の幅が狭い、ね、明らかに今回 V の幅が狭いと思います。やればでやる時ぐらい広い方がこのくらいがいいと思うよ。この V 俺いいと思うよ。もっとどんどん苦情したんですけどね。だってこの時はまさにターンが上がってきたら目の前にんだもん、他のチームが。いやでも、いやだからいいじゃん。危ねえ危ねえ。いやだからいいんじゃないかな。いいんですか。今回の V のデザインってでデザイナーがいいからすごく、さすが。でもよく見ましたけどね、超コンパクトなターンもしないといけない。そう、超コンパクトなターンだから。で実は1コーナーが一番川側で、そうすると外に向かってこういうんですよ。うん、で2コーナーは手前に向かって来なきゃいけないから、うん、やっぱ1コーナーの方が早い。それ早いやろ。早かった。もう伸び伸び焦げてたから。でそれでこの時はもう全然ぶっちぎり でこの時はタイム良かったのかな。いやいや、でもまた1分53秒6秒でやつか。これ昼ご飯ですね。昼ご飯ですね。ローストビーフサンドイッチ大会、あそこでやったやつですね。つまりは千葉、そうコートタワーでも、ね、あれが予選で、これ本番でしょ。いや、このコートタワーのあれが練習だった。いや、味はね、味はこれが予選で、コートタワーが本番だった。本番のあれ地面がうちゃうちゃだからね。なんかイベントもね、そうイベントもよくわかんないんだけどね、いっぱいやってた。いっぱいやってましたね。うん、無料のけんちん汁じゃないな。あ、無料の芋煮会。芋煮が無料で振る舞われてまして、美味しい。そう、あと土壌つかみ。土壌つかみ。子供が大好きで。で土壌どうしたの？持って帰りましたよ。今もいますよ。うちのベランダに。あ、飼ってる。3匹、4匹だ。飼ってますよ。いいとしてないんだ。え？いいとしてないんだ。ためになってません。大きく育ってた。そういう話は今のところない。丸太切り。なかなか勝てるやつもあって。あとなんかチヂミ売ってたりです、ね。あと丸太切り大会。うん、これエビ売ってた。っていうかね、桜市のブース、うん、なんか何でもありの、ものすごい配ってたね。
いろんなものを配ってました。何でしたっけ、お米をバカさせてやるやつ。ホモハゼ、お菓子、お菓子、うん、あれをバンバン配ってて、チューリップ配って、なんかもうものすごく配ってたよ。なんかどういうか、田植え機まで置いてあるの、ね、展示しちゃって。やっぱり遺跡の田植え機展示しないと協賛遺跡なんかもらえてんだから。これね、これ花がすごい、ね、横にコスモスの花を作って、ね、横にまだおなじみのクリアボタのドームテント、ドームテントのすぐ脇に、ね、これね、参加者にはコスモス積み放題、うん、みんな持って帰りました。今まだある土曜日だからな、なかなかな。これが父ちゃんはだから、これこれから決勝へ向かう、これはあの参加者の面々、ね、決勝とかですね、うん、これ決勝、決勝ですね、これ決勝、決勝真ん中はクリアウォーターですね。この時は2コーナーだったですね、スタート、うん、だからこれもまさにもうファミリーのもの決勝ですから、一番最初に帰ってきたやつはトップなんですけど、先に1コーナーに先に行かれてるんですよ、この時は。でうちあれなんですよね、参加年齢で平均するとフラットだけど、あのね、参加年齢トップと最高年齢者と、あと一番若い年齢者両方持ってる、うん、うちの中に平均すると平均なんだけど、いや平均するとやや高いの、うん、あ、そっか。あのターンの時まで我々は早かったの、早かったんですよ、うん、でターンで回ってたところで負けてるんですよ、うん、こいつは。なるほど。この時にもうターン上がってる時はもう1コーナーの方は思いっきり超えてるので、うん、ゴールを向いてるんですけど、我々は今ゴールを向いてるところなんで、だって1デシンぐらい探してます。カレーの方もカレー美味しいです。ターンしたぐらい。カレーはカレーも食ってます。カレー美味しい？美味しいですね。いいカレーでございます。でこれなんとか、まあ、間に合わせようと思ってみんなで一生懸命漕ぐんですけど、ね、この時でもさすがにこの1デシンの差は縮まらず、かなりみんなマジで超えてますこの時は。ねえ、なんか平均年齢が高いせいか、高いせいか、全然翌日あたり全然平気だよ、筋肉痛にならないよって言ってたはずがさ、なんか 2,3 日してからみんなボロ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 してるんですけど。これでゴール。早い。またパンもなくなった。カレーが良かったという。カレーだけ？カレーにじゃあカレーにカレーをかけて。以上。カレーにカレーかけるだけ。カレーの話しかしない。福神漬けにカレーとかやめてね。福神漬けももうない。失敗でした。あ、で、ちゃんと表彰式もあったんだもんね。ありました。表彰式ありました。そうそう、ね、表彰式は全員子供で行ってもらって、ね、はい。表彰状と、うん、あとは副賞はキーホルダー。カムロ君キーホルダー、カムロちゃんキーホルダー、成田市、桜田市のキャラクター、桜田市のキャラクター、萌えキャラ、萌えキャラ、誰も知らなかったツイッターでフォロワーが200人しかいないというですね、はい、その代わりカムロちゃん本人にこれはレアになるから取っておくと言われましたこれが最後の写真ですね、表彰状を今日この辺に真ん中でございます、真ん中に写真でございます。カレーを味わっている方々がいらっしゃいますか、はい、ってことで、まあ、これイボ大会はシリーズ戦じゃなくて、いやいけど毎年まあ第1回なんで、第2回第3回と、ね、で一応ですね、トロフィー、はい、優勝トロフィーパドルは、はい、変換される、変換されて、ええ、リボンがこういっぱいぶら下がるわけですね、うん、そうですそうですそうです、そうです、何年持ってこなきゃいけない、そう、あれ絶対持ってきましょうよ、持ってみましょう、ぜひあれを、じゃあ部屋の中に、あれはですね、私の、はい、もう力作ですから、作ったんですかちなみに優勝の副賞はちっちゃなパドルでした、別名しゃもじって言うんですけど、でもパドルとしても、パドルとして使えます、使えます、しゃもじでも使えるかもしれない、まあ、どこで買えるこれ、じゃあちょっとパワープッシュ、じゃあ今週のパワープッシュです、カヌーの補修パーツです、いろんなパーツ、もうクリアウォーター開発にはございます、大会のもの、こちらに来ていただけたら大概あります、こちらフットブレースの、ネジです、フットブレースのネジだったり、これはレーシングアイですね、紐をデッキに取り付けたりするパーツです、それを止めるリベットなんかもございます、あと皆さんよく切れてしまうアルフェックのテンションロープなんかもございます、大概こちらの方に来ていただけるとこうパーツの方は揃っております、ちょっと古いもので、よくバチバチ折れてたファルフォークのフォーミングのチャネル、こんなのも、皆さん折れて困ってるんじゃないですか、こういうのもございます、古いものでいくと
藤田カヌーのサイドチューブ、ですね、の線、これ結構置いてるお店ないですよ。あとバックル関係なんかもいろいろございますんで、こういったものは揃っております。いかがですか、一押しです。はい、ということで、はい、パーツいろいろ、すごいでしょ、パーツいろいろ、あ、なんかね、もう枯れなくなりました、枯れがなくなった、おかしいよね、あの、あれだったのにね、ここにあるんだけど、ここカレーのルー、カレーのルー9リットルですよ、カレーのルール9リットル にご飯、3升がわずか10分でなくなるっていう、おかわりがないって言って、おかわりがないって騒いでるやつが、食い始めでしょ、もうないんだよ、これおかわりないって、これこれないんだよ、すごくね、カメラカメラ、おかわり、おかわり食べた、おかわり食べた、おかわり食べた、あ、食べたの、お前ちゃんと、あらもう、今度が我々の分も食っちまったって、ね、最初だけは全部ないんだからね、瞬殺、君が最後食ったのか、すみません、うちの子が最後食ったらしいっす、偉いぞ、偉いぞ、しゃもじについたやつ、はい、ってことで、取れてた、あれどうだった、来週、再来週はネタがないので、私の短シリーズで、私が金魚を漕いだというのをやります、はい、さよなら、さよなら。